皆さん、こん,ばんはティンである500ボイ、A 級巨人ファンのキングタケです。金鉄日本ハムの史上最強のユーティニティープレイヤー、服部俊和さんの姿にされます。はっ俊和さんは内外や、キャッチャー以外どこでも守れる最強名選手と言っていいでしょう。確かに守備はまあまあ安定はしておりますけどもね、はい。近鉄時代は100社以上使用し、ルーキーやからスタメンも起用し、本当にね、何でも便利屋さんのバッターとして活躍。スタメンに名を伝えますね、はい。 もうホームランはまあまあだけどもね、はい。足が速く、もう、機動力、本当に機動力がいい選手でございますね、はい。ほん、まあ、最、すごいです。日本ハムに移籍してからは、まあ、100試合は出てないとしまった、100試合ではないけども、本当に活躍した年でもありますね、はい。確かにね、ユーティリテ,ティブプレイヤーどこでも守れる便利屋さんと言っていいでしょう。つまり、元木大介さんとほぼ同じですね、はい。確かに、癖者の、近鉄日本ハムのクセモ者と言っていいでしょう。 というわけでいかないでしょうかはい。以上でございます。バイバイ。